こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、こちら、デアゴスティーニの週刊トヨタスプリンタートレイの AE86 を作る、こちらの53、54、55、56が届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。はい。で、まあ、今回もね、引き続き、内装の組み立てをやっていくっていう形になるんですけども、結構ね、内装再現度高いので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、それでは53号の作業をやっていきましょう。53号はインテリアを組み立てる2と、ダッシュボードを完成させるということで、前回のね、ダッシュボードの続きですね、やっていくという形になります。はい。で、入ってる部品はこんな感じになりますので、早速やっていきましょう。で、まずは、ダッシュボードの下側のパーツに、このパネルをセットして、で、裏からネジ AP を使って固定。今回ネジ AP だけですね。ネジ AP だけなので、ガシガシやっていきましょう。よっ、お、裏からネジ止め。3本も止める必要あるか。この裏側からね、ネジ3本で固定します。ここはね、スピーカーが収まってるところですね。86の場合はスピーカーはドアじゃなくて、ダッシュボードの下側のところに、ここにね、スピーカーがついてます。スピーカーついてるけど、スピーカーつけたことないな、これ。いや、86に。はい、形でつけてあげたら、こっちのちっちゃい方も、えらい、これ反ってない？大丈夫？なんかすげえ反ってるような気がするんですけど、大丈夫かな？こういう形状なのかな？まあ、ダッシュボードを下から覗いたことがないから、わかんないけど、こんな反ってないような気がすんねんけどな。これも裏からネジで固定。固定してあげたら、次に、グローブボックスですね。グローブボックスもここにセット。なんか僕のやつね、ここめっちゃ傷がいってるんですけど、このグローブボックスのパーツ。めっちゃ傷がいってるんで、まあまあ、気にせず行きましょう。まあ、これ気になる人はね、気になるかもしれない。多分、個体によって違うんだと思うんですけど、僕のやつでこんだけ傷が入ってるってことは、他の人でももしかしたら傷が入ってる人がいるかもしれないので、これはね、もし傷が入ってるようやったら、気になる人は早めに早めにディアゴスティーニに連絡して交換してもらった方がいいと思います。多分後回しにすると、部品がありませんみたいな、部品がないからしばらく待ってくださいみたいな感じになると思うので、気になる方はなるべく早めにね、言った方がいいと思います。でね、こっち側はここにスピーカーがついてるって感じで、このスピーカーのとこね、ここ本来これ穴貫通してるんですよね。穴貫通してるんで、もうちょっとリアル感増したいっていう人は、墨入れとかして、この中に黒い塗料を入れてあげると、よりリアルになるかなと思います。はい。そしたら、次は、これちょっと一旦置いといて、このセンターコンソールに、このシールを貼っていきます。で、まず、このエアコンのシール。まあ、今でこそね、エアコンっていうと、オートエアコンが当たり前の時代でしたけど、まあ、86のこの当時はオートエアコンなんてすごいレアなものではあったので、でもなんか86ってオプションでオートエアコンがあったような気がしないでもないな。どうだったっけな、まあ、ちょっとね、覚えてない。さすがにそこまで覚えてないけど、あ、これ予備か。このシール各2枚ずつ入ってるんですね。こういう感じ、こういう感じでシールを貼ってあげたら、次のこのパーツ
このパーツ、これ灰皿ですね。灰皿をここにセット。セットして、次にシガーソケット。シガーソケット、まあ今の車ついてないんでね、見慣れてないって方多いと思うんですけど、タバコの絵が書いてあるんですよ。ね、タバコの絵があって煙が上に上がってるんで、その絵柄がね、自然な向きになるようにセットします。同じ。ちなみにこの反対側のここ、ここが105キロ以上出すとキンコンキンコンになるところですね。この裏側にキンコンなる装置がついてて、ここからキンコンキンコンってなるんですよ。さっきと走ると非常に鬱陶しい。はい、で次に、横にこのパネルがつくのでこうセットしてあげて、でここネジ丸出しになるのかちょっとやだな。ね、こういう形でネジがむき出しになっちゃう。ここもね、ちょっとこれやだな。本来確かここネジ穴、ネジ頭見えてなかったはずなんですよね、確か。ちょっと気になるな。まあまあいいや。まあ、気になる方は埋めて接着しちゃうっていうのでもいいと思うんですけど、なんか微妙な焦げ茶なんでね、色作るのが大変なんで、もう僕はもうこのままいってしまいます。はい、でできたらこれをここに取り付けて、ここも裏からネジ AP で固定。まあ、でもダッシュボードの再現は結構しっかりしてる方だとは思います。あ、はい、よし、はい、こうしてあげたらダッシュボードの下半分が完成するので、次にこれを、この上側と合体させていきます。こういう形ですね。この左右とこの真ん中、ここが、ピタッと位置が合うようになるので、位置を合わせてあげたらこれを固定。これね、ぴったし合うんで、ネジ穴の位置がね。だからここで反ってんのが正解みたいですね。こんなんなってんだ。まっすぐだと思ってた。まあなかなかね、ダッシュボード単体でこうやって見ることね、実写サイズでこうやって見ることあんまないんで、知らなかった、これは。こんな感じで組み立てたら、これでダッシュボードの組み立てが完成になります。はい、そしたらこれで53号の作業は終了になりますんで、次の作業いきましょう。はい、では次54号をやっていきましょう。54号は、インテリアを組み立てる3、ステアリングホイールを取り付けるということで、ステアリングホイールの取り付けですね。ただ、ステアリングホイールに関しては僕はカスタムパーツを注文しているんで、こっちのカスタムパーツの方、こちらを使っていこうと思います。まあ、純正もね、これ実はこのトヨタのパッド外してあげたら社外品っぽい感じの見た目になってたりするんですよね。ちょっとこのディープコーンのね、社外品っぽい見た目になってたりするんですが、まあやっていきます。はい、で今気づいたんですけど、なぜかこのウインカーレバーが2本入ってますね。多分まあ入れ間違いでしょうね、これはね。はい、そしたらやっていきましょう。でまずは、このステアリングコラムに、このウインカーレバーですね、ウインカーレバーをセット、大きくこう向きにセットしてあげて、でここをネジ AP を使って固定。ちなみに86って、このコラムから生えてるレバーは1本だけですね。1本だけで、ワイパーとパッシングだけの機能しかついてないです。こんな感じね。他のやつは全部ね、ダッシュボードのここについてるんで、ヘッドライトのオンオフとワイパーって感じでついてるんで、
これは1本だけっていう感じになってます。で次このキーシリンダーですね。キーシリンダーを出してきて、こう下から見てね、ホームベース型になってるので、この尖った面が外側を向くようにここにセット、ここにセットしてあげたら、ここにステアリングシャフト、ステアリングシャフトをここに通して、で下側のカバーを取り付けると。でここもネジ AP を使ってここで、ここは多分奥まってるから細いドライバー使った方がいいでしょうね。はい、ごめんなさい、ちょっと電話かかってきてしまった。でここ3本ねネジ AP で固定してあげたら、これでコラムが完成するので、次ステアリングの組み立てなんですが、さっきも言ったように僕はねこっち使いますんで、こっちのステアリングに、このステアリングのコラムのステアリングコラムカバー、ステアリングコラムカバーをセット。これは使わないな。これは多分フォグかな、フォグのステーかな。これは使わない。はい。でこのカバーをここにセットしてあげて、でこの真ん中をネジ CM で固定。ドライバー入んないな、入んないな。ネジ CM でステアリングコラムに固定。でステアリングのシャフトがね D の字になってるんで、このステアリングの穴と形を合わせて、はい、ごめんなさい、ちょっと荷物が来ちゃいました。でこれが、ここに形を合わせてステアリングシャフトにはめ込んであげたら、この真ん中をネジ CM で固定。よいしょ。なんかステアリング硬いな。大丈夫かな。よいしょ。こういう形で固定します。はい。よし。で、このステアリングコラムをここにセットしてあげて、ここにセットしてあげて、でここをネジ AP で固定。こんな感じで取り付けてあげたら、これで54号の組み立てが終了になります。こんな感じ、はい、そしたら次55号、あ違う、間違えた、ごめんなさい、これでホームボタンつけたくなった、このホームボタンをこの真ん中にセット、これはめ込むだけですね。なんか緩くね、大丈夫。はい、こんな感じで、ホームボタンを取り付けたら、これで、完成になります。はい、まずは次の作業いきましょう。はい、では続いて55号やっていきましょう。55号はインテリアを組み立てる4、フロアカーペットを貼り付けるということで、フロアのパーツと、あと大量のねこのカーペットのパーツ、このモケモケの素材ねが入ってますので、これを取り付けていきましょう。はい、あとこれちょっとねプラのちっちゃいパーツもついてるので、作業やっていきます。よいしょ。でまずはねこいつを出してあげて、ここにカーペットを貼っていきます。でどれがどれだな。分かりにくい、どれがどれだろう、ちょっと待てよ、分かりにくいな。このね説明書の A だと、この周りのね周りがこれ切り取られ剥がしてあるんですよ。なんでさっきこれ剥がしちゃった方が分かりやすいな、うん、こういう風にしてあげた方がどれがどれか分かりやすいですね。こうやってね剥がしたい、ちょ
ちょっとこれ全部剥がしていきます。ちょっと説明もしにくいので剥がしていきます。はい、そしたら周りを剥がしてあげるとこんな感じになるので、ちょっと分かりやすくなりますよね。はい、なのでこれを貼っていきましょう。で一応ね、貼る順番があるので、貼る順番をちゃんと確認しながら貼っていきます。まずこのカーペットをここに貼ってあげる。これカーペットの上に両面テープがついてるので、このまま貼っていくだけなんですけど、こう剥がそうとするとあんまり綺麗に剥がれないみたいなので、こう位置を合わせて貼ってあげて、位置を合わせて貼ってあげて OK だったらギュッと押さえるっていう感じで貼ってくださいっていう風に書いてますね。こっちか、あ、ずれた。こんな感じで位置を合わせながら貼っていきます。これはここに合わせてこういう形で貼ってあげて、で側面の上、カーペットの上に重なるように貼ってあげると、こんな感じね。よし、どんどん貼っていこう。続いてこれ、このカーペットを剥がして、これがここですね、ここに来るので、ここで合わせたらいいのかな、一応ここで合わせて貼ってあげる。フロアカーペットなんでね、この上から、内装だったりシートだったりとかをつけていくとそんなに見えなくはなるんですけど、でもまあ綺麗に貼っとく方がね、気分的にもいいので、で綺麗に剥がしていきます。で次がこれをここで合わせてあげて、こう合わせたらこのフレームに合わせてギュッと。
こがいいし。でここはね、ここの部分はね、実際もカーペットないんですよ。カーペットなくて、プラスチックではないけど、なんかカバーがね、かかってるって感じなんで、このまんまで OK。んで、次が、これか。これが、ここで、こういう形、こういう形で、ここの突起の部分がここに重なるようにして貼ってあげると、意外とね貼りやすいです。なんでサクサク貼ってあげると、このフロアパネル自体がちょっとサイズがでかいので、ちょっと取り回しが、テーブルが狭いと取り回しがしにくいかなぐらいですね。シール自体は非常に、カーペット自体は非常に貼りやすい感じになってます。同じいいですね、リアルですね、いい感じ。はい、そしたらここまでカーペットを貼ってあげたら、続いて、その他のこまごましたパーツを取り付けてあげるんで、まずはこのフットレスト、フットレストをここにギュッとはめ込む、ね、ここにはめ込んであげて、で、このパーツ、このパーツをここに取り付け、でこれ裏側に LR って書いてあるので、間違いないように取り付けて、このネジ AP で固定してあげます。なんでこっちが L ですね。でこっちに R。よし、こんな感じ、こんな感じでつけてあげたら、これで55号の作業は終了ですね。こんな感じになります。でこの上にねダッシュボードが乗るっていう感じだと思うんですけども、とりあえず今回はここまでになりますんで、次56号いきましょう。はい、続いて56号はインテリアを組み立てる号、運転席と助手席のフロアマットを組み立てるということで、入ってる部品はこんな感じで、フロアマットですね、が入ってます。まあ、純正のフロアマットだと思うんですが、このフロアマットが付いてる車を僕あんま見たこと、純正のフロアマットが付いてる車はあんま見たことがないっていうのがあるんで、まあ、ちょっと実車がどうなのか僕もあんまよく知らないんですけど、大体、みんなね、社外品のカロマットとかに変えたりとか、すぐボロボロになるんですよね、純正のフロアマットってね。なんで、社外品に変えてたりとか、あと、まあ単純に内装全部ひっぺがしてたから、ついてないとか、そういうのが多かったんで、あんまね、実車のやつがどうなってるかよく知らないんですけど、貼っていきましょう。はい、そしたらまずは、こっちかな、こっちのカーペット、こっちのカーペットに、このシールを貼ってあげる。この表面のねホールドに合わせて貼ってあげたらいいのかな。あー、ずれた。貼ってあげて、あ、これこういらない。よいしょ。で、こういう形で貼ってあげて、で、
次に、どっちに500の E、 こっちかなを貼るんだけど、ここが抜けてるよな。よいしょ。で、これを剥がして、ここにこの縁のね、黒い縁取りがちょっと残るような感じでこれを貼ってあげると。こう貼ってあげたら、ここの抜けてる部分、抜けてる部分にこのスプリンターのロゴと、とこのトレノの文字、これを貼ってあげる。ここまで見ても記憶にないってことは、多分純正のフロアマットほぼ見たことないんですね、これね。なにね。で、同じように、こっちもやっていきます。こっちは助手席なんで、運転席と違ってアクセルブレーキ、アクセルとかブレーキのペダルがないので、その辺の逃げがないのでちょっと形が違いますね。こう貼ってあげたら、同じようにシールを貼ってあげる。これレビンの場合はここレビンになるのかな、フラマットね。どうなんでしょうね。よいしょ。はい、こんな感じで、これで、左右のフロアマットができたので、これをここに引いてあげると、こういう感じで引いてあげますという感じになります。はい、で一応説明書ではここに置くだけって書いてあるんですけど、まあ、固定したい場合はこの裏側に市販の両面テープでも貼って、固定しちゃってくださいっていう風に書いてあります。はい、そしたらこれで、作業終了ですね。56号の作業は終了になります。で、まあ、ここにね、さっき組んだダッシュボードもこういう形で乗るっていう形になりますね。こういう感じね。はい、結構いい感じ。はい、そしたら今回の、作業はすべてこれですべて終了で、次の57号では、後部座席のフロアマットを組み立てるということで、まあ、後ろ側ですね、この辺の作業をやっていくっていう形になると思いますので、また来月も作業をやっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。